体裁も草もねえんだろう。もう本当の弔いをしに行ってんだろ。俺と一緒に苦労してもらえねえか。東尾がうちと組んで社長を殺してんだ。まともにやってちゃまず作れないぜ。ネタは割れてんぞ。覚悟しとけよ。神岡の死体が出ました。戻りませんよ。 東尾の腐る銭に曲がるたくみなんぞには勝ち負け発表させるまでとことんせなあかんでしょ。的は当たれば安西に決まってんでしょ。許されることじゃありませんよ。おじきがしたことは東西で組のためですよ。狙われとる頭がわしで若い者に背中見せとるんが安西さん、そういうことでっか。